It's hidden in Italy について説明していくんですけど、線画の中で猫ちゃんがね、例えばこのマウスはこれ本当映ってるかも、あ映ってる、 OK OK でした。猫ちゃんがここと か, ここ, かこことか取れてるので、それをね探すっていうゲームです。だいたい普段ノベルゲーム、フリーゲームやってるんですけど、今日は私イタリアに留学してたことがあって、で Cats Hidden in Paris っていうゲームがフリーで有名なんですけど、本日午後4時にですね、日本時間ね4時にイタリーが出ました。やったーと思ったので、ちょっといきなりなんですけど、これやっていこうと思います。これわけわかんないでしょう、わけわかんないよね。でもこうやってクローズアップできるので、こっから猫ちゃんを探していきます。マオミャオマオ、これも猫かな。ちょっと待って、魚もね実績になるかなって思ってるから、魚もちょっと触りたい。あそうだよね、やっぱりミャオミャオ、ちょっと音がうるさいな。ミャオミャオ、あれもしかして窓開いてる？ちょっとチェックしてきます、ごめんなさい、さすがにうるさい。クルーズさん、やっほー、今日も来てくれてありがとう。窓から侵入したマジで怖いって。だってね、今さっき窓閉めに行ったの、なんかうっすら開いててびっくりした。来てくれてありがとうございますで、猫探しのゲームしてるから、ちょっと猫好きな人とかぜひ来てください。クルーズミン B さん、ありがとうございます、来てくれてありがとう。広告つけてくれてありがとう、嬉しいな。知ってる？私の部屋ベッドないの、残念じゃあね、またね、また来てね。 VTuber のさくらさにゃでした。じゃあ猫探していきましょう。いきなり来てくれたね、クルーズさん、いいねいいね。よし、じゃあ猫猫猫猫これめっちゃピザ。エドワルドはめっちゃピザ。これ猫じゃないのかな、めっちゃ猫っぽくない？まあいいか。じゃあこの辺猫マオ。ラファエルレラウラ、あー猫の名前もさイタリアっぽくなるのかな。チェーザレ、ミャオ、あなたは？オリビア、あなたは？ニコ、これじゃないな、これは猫だ。マオ、ロベルタ、ロサリオ、あとはほら、エミリア。タニアですね。これマオ、オッタービオ。あー猫の名前も変わるのはちょっと想像してなかった、嬉しいかも。ノルマ、かわいい、風船に入っちゃってる。ピエロ、あとはここマオ、グローリア、サルバトーレ、他にいるかな、いたいたいた、ナオ、マリオ、マオ、かわいい、誰、
泥？石泥。あ、いた。なお。ブリスチラ？え、ジラートって書いてあった今。俺のメント使えって書いてある最後。アコスティーノ猫ビルジアナ。あ、ゲーム実況が好きな方いらっしゃいませ。 VTuber のさくらさにゃんです。今ね、猫を探すゲームの最新作イタリア編が出たので遊んでます。お肉1個ありがとうございます。貴重なイベントアイテムありがとうございます。よかったらレベル18目指してるのでフォローもしていただけたら嬉しいです。今日ね、いっぱい泣いていこうと思います。で、女ルート。あ、猫。うちにもね、猫がいるんですけど、いるよね。今実家にいます。ちょっとうちのエアコン調子悪すぎて、なんか全然涼しくならないんだよね。カルミーネだから、本当はね、4時発売してすぐに配信始めたかったんだけども、エアコン全然ダメで全然涼しくならなかったから、こんな時間になっちゃった。てか今も全然涼しくないんだけど。あ、こんにちは、こんばんは。クルーズさん、何今日もさいないの？あのクルーズのタグつけてる人、めっちゃすぐ来てくれ。わーね、みんなさ、うちのチャンネルおいでよ。みんなで見つけよう。ジュセッペ。これめっちゃでっかい猫。パオロ。揺らしてあげましょう。いいですよ。ほれほれ。猫。まあ。いらありゃ。こんばんは。もう10匹見つけた？これ100匹いるからね。一緒に頑張ろう。ファーブリッツよ。35歳子供番？何も合ってないじゃん。階段の板？この辺？これかな？ねえ、かわいいよね。これさ、犬がさっきからいるんだけど、この絵の。あっえ、そのなんとかさやさんってなーに？え、ちょっと待って、そのさ、魚がね、これ見て見て、水色になるの。で、あっ、ここにも魚いた。だからね、ワンちゃんのイラストがあって、おうおうおう、お、見て見て、ゴミ箱をさ触るとほら音が鳴る。え、木目？木目っぽいのに丸いのが。木目？どこだ？このゲームさ、Steam で本日ね発売となりました。新作ゲームで、あのこれイタリア編なんだけど、パリ編が無料だから、ちょっとみんなもさ暇な時間とかにやってみて。猫好きいるでしょ絶対。見てこれ、マオ、だれ、アウローラ。あ、ちっちゃいのいた。ルーカー、リカールド。あ、クルーズさんありがとね、また来てね。セレーナ。あれは？やあ、こんにちは。今ね、猫探しゲームしてますよ。あ、これも猫だ。なんか実績が出てこなくなっちゃった。お、ナナシさん、ギフトお肉2個ありがとうございます。パクパクいただきます。ありがたいな。ベローニカ、ちょっと一緒に猫探してこう。いや、雑談もできたらなと思ったんだけど。あ、フィアさん、こんばんは、こんにちは、はじめまして、 VTuber のさくらさにゃです。お肉2個ありがとうございます。お、佐川さんもギフトお肉1個ありがとうございます。パクパクパクのねさん、お肉1個ありがとうございます。なんか急にいっぱいみんな来てくれたじゃん、嬉しいな。パクいただきます。なお、いや、なんか雑談しようと思ったんだけどさ、なんか実績確認楽しくなっちゃった。トマーソ、左上真ん中。あ、本当だ、待って待って見て見て、これこれを見つけた。あ、
あ、ここにもいる。ちょっと待って、ちっちゃいのがいっぱいいる。エリーさん。ドメニコ、こんなちっちゃいのにギョウギョウしい名前してるじゃん。ミャオ。ジルト、お肉祭りだね。ミャオ。いやー、ベニータ、お肉さ、欲しいちゃん。あ、フォローしてくれたのありがとう。ユーザーレベル18目指してるからさ、みんな、なんだろう、もう拡散していっぱい私のこと。普段はね、ノベルゲームとかフリーゲームやってる VTuber です。別のサイトだと英語で勉強したりとか、別の言語をねしてるんだけど、ニコニコだと基本ノベルゲーから。あ、いたいた、まあ、よし。釣られてる。キアラ、キアラはあの、なんだっけ、光輝くみたいな名前だった気がする。友達がキアラっていう子がいるんだ。バンバン。ティッツィアーナ、ミリアム、ミリアム、バンバンバン。この子だって、アレッサンドロ、アレッサンドロ一番なんだ。かわいそうだけどな。あ、いたいた、にゃーん。じゃこっぽ、これカエルさんみたいだけど、イサベラ、いいね、イタリアの名前って感じ。ほんとヘレーナ、この子もそうだ。あ、ここにもいた、ダリア。あ、顔だけかと思った。エンリコ、メオメオメオ、ビアンカ、マオ、カーティア、七石さんこんばんは。お肉ありがとうございます。 VTuber のさくらさにゃです。ちょっと猫探しにね、今邁進しています。一緒にぜひ猫探してください。お、猫が好きな方こんにちは、来てくれてありがとう。猫を探してるんだけど、力になってくれますか。今日発売のイタリアで猫を探すゲームです。バレリア。朝川さん、ニコニコ王国ありがとうございます。これで誰かの目に留まったら嬉しいな。ありがとう。まー、ロッセーラかな。あ、さきさん、お肉2個ありがとうございます。パクパク。あ、ツイックマンが好きな方いらっしゃい。私ツイックマン好きだな。多分ゲームの中で一番好き、あのニコニコの。トリアとロレンツォ、あ、こんな感じ。今犬とね、魚も探してます。でも全部見つけると実績が解放されるんだよね。あ、また猫が好きな人来てくれた。猫が好きな方いらっしゃい。てか逆にこれで猫を好きになったら、猫を好きなものワードリストに入れちゃってもいいんだよ。あ、見て、ここにさ、ちっちゃい子いた。ルドビカ、初めて聞いたな。ミャン。あの、私がイタリアに留学してたことがあるので、絶対当日にやろうって思って今日やってます。あ、名前見忘れた。待って待って待って、牛じゃん。もうクサンドラ、クサンドラって絶対あれじゃん、令和ネームみたいな。イタリアに X がないのでね。マウマウ、マッテオ、マッテオはいっぱいいますね。マウ、ナターリア、クリスマス生まれとか。ワンワンワン、マウ、オスカー、おはよう。あ、ニョニョニョ、ごめんごめん、おはようじゃなかった。お熱うございますね、本当に。こんばんは。もう私の部屋も本当暑くて、エアコンが調子あんまり良くないので、うちにいた猫ちゃんは実家に、いつだっけ、先週末かな、連れて帰りました。今実家でうちのお父さんの面倒を見てもらってます。あ、ふみまるさん、ニコニコ王国700ポイントもありがとうございます。
フランチェスカ、フランチェスカめちゃめちゃ多い名前ですから、みんなもイタリア人といえばもうフランチェスカ、フランチェスコぐらいで覚えちゃっていいと思いますよ。ピョンジョバンニ、ジョバンニも多いですね。あとは大きい子が結構いるね。だーれ、パトリーチア、お、50位にランクインしました。嬉しいなあ。そういえば知ってる？なんか生放送するときに VTuber っていうなんかタグとは別にさ、なんかクルーズ待ちと同じところに出るようになったんだよね。びっくりした。クリなんて書いてあった？難しいな。あ、ちょっと待って。そういえばさ、そうランクが見えるんだよね。みんながいっぱいお肉投げてくれたから、ちょっとランク見ちゃおうかな。一旦音消えちゃうんだけど、ごめんね。ランク、ランク見せて。え、見れない。なんで？ちょっと見れないからいっか。ちょっと忘れよう。ゲーム画面どこだ？オッケー。猫ちゃん。猫ちゃんちゃん。ステファノ、ステファノも多いですね。やん。テオドロ。お、白菜かけますさん。こんにちは。ギフト、ありがとうございます。お魚を見つけちゃった。朝顔さん、広告ありがとう。400もありがとうございます。やばい、50位以内に入っちゃうかも。そもそもね。待って、朝顔さん、そんなに大丈夫？ありがとうね。めちゃめちゃ嬉しい。あのさ、ちょっと教えてたら教えてたら、知ってたら教えてほしいんだけど、なんとか、50位にランクインしましたって私には見えてるんだけどさ、みんなにも見えてるの？なんか何が、何のランキングで50位かとか私あんまり分かんないんだよね。よし、じゃあ次真ん中だ。わあ、かわいい。あ、45位にランクインしましたなんて。あ、ベアトリーチェ、ベアトリーチェも結構いるかも。コエラン出てます？そっかそっか。ウォルター、ありがとね、教えてくれて。あ、これも猫、わあ。ルチア、あ、にゃん、ジータ、ジータ、あ、もうすっごい暑い私の部屋。そう、それでね、暑いからちょっと1時間を目安にって思ってるんだ。ちょっと本当に暑いの、うちの部屋。エルネスト、引っ越さなきゃな。35位だって。嬉しい。みんなが来てくれるから上がるのかな。待って、あと16もいるの？あ、いた。あの、私猫がこうやって伸びてるのめっちゃ好き。これは好き取る。あ、そういえばなんか扉とか音鳴らないかも。さっきね、ゴミ箱叩いたら音鳴ったんだよね。音鳴ると、あ、見て、ほら、聞こえる？待ってね、ゲーム音ちょっと大きくするね。これさ、蛇口をひねる音するから。キュインキュイン、ね、どんぶりにゃんここれかわいいよね。すやすやにゃんこね、みんなすやすやしてる、かわいい。あ、いたわお、あ、待って、ここにもいた。わおの子はだーれ、ヤゴ、珍しい名前、初めて聞いた。ジュリア、あとこの辺いないかな。お、ちっちゃい、ミャンミャン、いっぱいいる。ニコレッタ、ニコラの変化球みたいな感じ。なお、アンドレアはね、珍しいんだよ。あの、イタリア語って男性用の名前、女性用の名前ってはっきり分かれてることがほとんどなんだけど、アンドレアだけは男性も女性も割といるんだよね。うん、なんだろう、日本語だと何なんていう名前があるかな。男女共に行ける名前募集します、教えてください。わい、
花にゃんこね、いいなあ。ニコ生ゲームが好きな方いらっしゃいませ。今日はね、ニコ生ゲームじゃないんだけど、あの猫ちゃん探す。あ、待って、ね、猫マンさんだって。猫好き？来てくれてありがとうございます。ギト、お肉2個をいただきました。ありがとう。パクパク。いただいてくね。まあと8匹だ。マルコ。で、キコの子。マルコ多いよね。ユーゴ。フランス？ぐらいかな。ちょっと引きで見ましょう。犬の実績も解放できてないし、お魚の実績も解放できてないし、もうちょっといるのかな。ちょっと右下から見ていきましょう。あと7匹です。これは違うんだ。ちょっとみんな助けてくれたら嬉しいかも。あ、そうだ。もう一回鳴らすね。死亡しました。なんでなんで？猫ではない。犬の実績が解除されてみた。あー、猫いたいた。なお、だーれ？イグナチオ。グナチオちゃん。あと6匹だ。どこかな。あ、ケーキ。ステトゥーユだったよ。ちょっとさ、音を大きくするからみんなちょっとイヤホン気をつけてね。もう一回聞きたい。ちょっとだけ、ちょっとだけ大きくするからよく聞いてください。かわいすぎんか。かわいすぎんか。ほんと待って、ラジオとかもそう音鳴るかな。あっ変わった。どこにいるのかな。見つかんないよ。
ラスト3匹が見つからない、あるあるなんだけどね。前は友達と一緒にやったからさ、協力してやってて見つかったんだけど、一人で見れるところってなんかね、難しいよね。やっぱりさ、思い込みで見逃してるっていうのが多くて、仕事でも何でもダブルチェックって大事だなって思います。固い話にしがち、さくらさにゃです。ここ高い、あ、いたいた、あ、いたいた、にゃんこ、誰ですか、ウィルマーさん。あと2匹も教えて、ウィルマーさん。この辺いるかな。これ幽霊。いない、あ、これ猫、あ、ザッチョ。これわかんないよ。あと一匹、あと一匹だ。ちょっと協力しよう。いや、なんかみんなでやったらさ、見つかるかなって思ったんだけど。あ、乙女文学さん、お肉2個ありがとうございます。パクパクいただきました、ありがとう。猫好き。このゲーム知ってますか。猫、猫、これのパリ編が無料で一番有名で、本日発売したイタリア版を遊んでるんだけど、ラスト1匹か、いない。これ猫っぽいんだけどな。ないかな、ないね。これも猫じゃないんだよね。今ね、このラジオを押してます。ないの。詰まっちゃったね。早く別マップ行きたいんだけどな。ヒント、え、この辺、どこだろう。右上の三角、これ、これ、これ違うんだって。え、右上の三角形にいる。バーチャル YouTuber が好きな方いらっしゃいませ。 YouTuber っていつも言っちゃうんだよね、この流れの時に。 VTuber のさくらさにゃです、よろしくお願いします。現在 VTuber 配信チャレンジ参加してます。違ったみたい。そう、でも猫っぽいよね。これ今遊んでるゲームは本日発売の猫を探すゲームです。パリ編が有名なんですけど、イタリア編が本日発売となりました。ってことで、あー、見つけたよー、ラスト一匹ちゃん。お名前教えてください、どうぞ。クサビエル、すっごい名前だ。イエーイ、おめでとうございます。やった、ひまわりさんかな。ありがとうございます、来てくれてたんだね。ダーン、ダダダダダン、あれ、これ終わらない、戻ります。